ポン。こんにちは、純平先生です。今日もトレーニング頑張っていきましょう。練習の前にいつものように飲み物とタオルを用意しておいてください。喉が渇いたらいつでも飲んでください。じゃあまず準備運動からやっていきたいと思います。はい、じゃあ手を回してぐるぐる回します。手をぐるぐる。はい、反対の足もぐるぐる回して、はい、腰持って首ぐるぐる回します。はい、反対、反対も大きく、はい、万歳して前にぐるん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 。はい、反対、後ろも大きく。はい、じゃあジャンプいきます。せーの、1、2、3、4、5、6、1、8、9、10。はい、膝を持って屈伸曲げます。はい、伸ばしてビシーン、おかい、曲げます。はい、伸ばしてビシーン。はい、大きく足開いて、はい、つま先1個上げてください。しっかり押して、はい、反対もギュッ、しっかり押します。はい、深く下げて下までギュッ。はい、反対、反対もギュッ、しっかり押します。はい、立って膝持って、はい、肩一つ下げます。肩ギュッ。はい、反対、反対もしっかり押して、はい、前見て肘とお尻下げてお相撲さんの格好します。ギュッ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 、上げて、はい、立って前後ろ前にタッチ。はい、後ろを反ります。ギュー。はい、もう一回前。はい、後ろおへそギュー。はい、はい、じゃあ一個足前出して、後ろの足まっすぐ、かかとをしっかりつけてください。ギュッ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 。前にじわー伸ばします。はい、反対、ギュッ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 。はい、前にじわー伸ばします。次は柔軟やっていこう。ピョン。はい、じゃあまずは前にペタン倒すのね、前屈からいきます。4、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。 はい、じゃあ足の裏をくっつけてペダン。はい、じゃあ膝を10回押します。しっかり大きく押してください。いきます、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、そのまま前に倒してください。前にペタン。よー、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。今度は足を大きく開いて、今日も横から倒していきます。右手前、左手横、こっちからいきます。よー、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。
5、6、7、8、9、10。はい、反対いきまーす。左手前に右手横、よー、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ではまっすぐ前行きまーす。よー、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。じゃあ次はトレーニングやっていこう。イエーイ。最初に熊歩きというトレーニングからやっていきます。手をついて肘を曲げないでお尻を高く上げます。このままどこでもいいのでぐる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 回ってください。でこの時に肘を曲げてしまうと顔をゴーンと打ってしまうので肘は曲げないように注意してね。それでは先生がストップって言うまでいっぱいいろんなとこ動いてみよう。よっ、スタート。横向きとか後ろとかも動いていいからね。後ろ向き、前向き、横向き、反対、回る、縦向き、いろんなとこ行ってください。いろんなとこ、こけないように気をつけてね。できたかな。はい、じゃあ次はカエルをいきます。カエルは手足手足手足の順番で動いてください。手と足がこうやって一緒にならないように注意してね。でやるときに下を見てると物とか壁があったときにぶつかってしまうので前をよく見ながらやるようにしてね。はい、じゃあそれではいきます。これもいろんなとこに動いたりいろんな動き方でやってみましょう。いくよー、よー、スタート。手足、後ろいけるかな。足、はい、OK です。今度はアザラシの形でこの形ですね。このまま手を一つずつ動かします。これを20回動かしたらストップしてください。一緒に行きます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、 OK です。はい、じゃあそしたら、早く動くトレーニングを今からやっていきます。真ん中でつま先をついてかかとを早く上げる、つま先をついたまま走る練習。この形から先生が上って言ったり下って言ったりこっちって言ったりこっちって言ったりします。まず上って言ったらつま先上げて手パチンして帰ってきてください。下って言ったらしゃがんで帰ってきてください。こっちって言ったら一歩こっちに行ってまた帰ってきてください。こっちって言ったらこっ
こっちに行ってまた帰ってきてください。 OK。 で、必ず真ん中にいるときはかかと上げ、早く早く動いてください。先生がこっちとか上とか言うので見ながら、よく聞きながらついてきてください。それでは一回やってみましょう。これも45秒測っているので45秒の間動き続けてください。よーいスタート。動いて動いて、上下、こっちこっち、こっち、下、上、上、上、下、こっち、こっち、下、下、上、下、こっち。よいしょ、 OK。 よし、だいたいやり方分かったかな。あともう一回やるので素早く動けるように頑張ってください。それではいきます。よースタート。動いて、こっち、こっち、下、下、上、こっち、こっち、下、下、下、こっち、こっち、上、上、上、下、こっち、こっち、下、下、よいしょ。はい、じゃあみんな休憩してください。次は体幹トレーニングをやっていきます。体幹トレーニングはまず最初、肘を2つともつきます。この形でつま先を立てて、この形を作ってください。で、この時に背中がこう下がらないように、背中とお尻がまっすぐなる形で我慢してください。まず最初この形10秒いきます。これが終わったら10秒休憩して、次はこの形になります。まず手をついて膝もつきます。で、みんなの右手を上げたら反対の足、左足をまっすぐ上げて、この形で10秒我慢します。で、よく間違えるのが右手上げて同じ右足上げるとこういう形になってしまうので、右手を上げたら反対の足を上げるようにしてください。これも10秒やったら、これはすぐに反対も10秒いきます。これが終わったら次はお腹をつけます。お腹をつけて万歳します。このまま上に手と足を一気に上げて、ここで我慢します。ここで10秒頑張ってください。これが終わったら今度は体を横に向けて肘をつきます。で、足と足は揃えておいてください。このままお尻をぐっと上げて、体がまっすぐになる形にしてください。ここで10秒我慢します。これが終わったらすぐに反対を向いて、こっちで10秒我慢します。分かったかな、みんな。今やった動きを3セットやります。途中でしんどくなったりしたら休んでもいいし、お茶飲んだりしても大丈夫なので、できる人は頑張って最後までついていってください。それでは行きます。肘をついて、よスタート。1、2、3、4、5、6、
7、8、9、10。はい、じゃあ10秒休憩します。今度は右手を上げて、左足を上げる形ですね。はい、それではいきます。よー、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、すぐ反対、左手、右足、 OK ですか。よー、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、10秒休憩します。今度は背中をぐっ高く上げるトレーニングですね。はい、行きます。よー、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK。今度は横を向いて棒になる形ですね。いきます。よー、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、すぐ反対いきます。よー、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK。みんなついてこれたかな。今のうちにお茶飲む人を飲んできてください。はい、それでは2セット目いきます。よー、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、10秒休憩ですね。はい、次は右手上げて左足を上げていきます。いきますよ。よー、スタート。右手上げて左足、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、反対いきます。左手上げて右足、よー、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、10秒休憩します。今度は背中を上げます。いきますよ。よー、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。うん、よいしょ。今度横向きですね。それではいきます。よー、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、反対。よー、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。オッケー。よし。はい、じゃあ3セット目いきます。あー、みんな、いけて。
さあ、みんなついてこれるかな。さあ、みんなできてるかな。頑張って3セット目やってみよう。いきます。よー、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。 今度は右手と左足ですね。さあ、いきますよ。よー、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。反対、左手と右足。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、じゃあ今度は背中を上げます。いきますよ。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、最後だ。頑張ってみんな。よし、よー、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、反対いきます。よー、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。頑張りました。純平先生のワンポイントレッスン。じゃあ今日は、お家でできる、鉄棒の練習をやっていきたいと思います。まず、ゆりかごっていう形ね。足をギュッと持ってちっちゃくなります。小山座り、体操座りの形、ギュッとちっちゃくなって、このまま背中でコロン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 って転がります。で、この時に頭を上げていると背中がまっすぐになるので全然転がれません。転がるときはここ背中を丸くして顎をギュッと引きます。この形でちっちゃくなって肘で足をギュッと引っ張ってください。これも伸びると背中がまっすぐになってしまうので、肘を曲げたままコロン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 、こういう形で転がります。で、この形は鉄棒の時に逆上がり、鉄棒を持って逆上がりキックってした後の形にもなってるし、鉄棒の後ろ回り、振って振ってぐるんって回る形ね、振って振ってぐるんって回る形も、これが鉄棒だとしたら今のギューっていう形ができてると、振って振ってぐるって回るときとこの形になります。ギュッ、この形ね。この形ができてると後ろ回りも回りやすくなります。で、だるま回り練習してる人は、これが鉄棒だとしたらこうやって持ってるよね。さっきはこうやって持ってたけど、ここの形はこっちを持っててもこっちを持ってても同じ形になります。なのでだるま回りもこの形ができてると綺麗に回れるようになるので、
これをしっかり練習しておいてください。逆上がり、後ろ回り、だるま回りの形で今のゆりかごの形が出てくるので、このゆりかごの形、お家でもいっぱい練習したってください。はい、以上で今日のトレーニングは終了になります。お家で自宅待機などで外になかなか出れない人たちもいると思います。外で練習をしたくてもできない人は、先生のこの動画を見て、お家でもできることをいっぱいやって、また練習に戻った時に体を動かせるようにお家でも練習頑張ってください。それではまた体操場で会いましょう。でで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 バイバイ。